まあ、この練馬区といいますと、先週の14日には練馬区二大祭りの一つ、照姫祭りも開催されました、はいはい、そしてまあ練馬区の名誉区民、牧野富太郎博士が主人公の NHK 連続テレビ小説のらんまん、こちらも絶賛放送中ですよね。でさらに何といっても来月オープンするのがスタジオツアー東京ということで、はい、もう本当に練馬の話題が尽きないなという感じでは、ね、はい、あるんですが、はい、吉田さん、センター長に就任されてからのこの6年間で練馬の街の変化って何かありましたか？まあ、大きなところできます、やっぱり2020年の8月で閉園してしまった豊島園ですよね、はい、ちょうどね、あのここから、ね、見えたんですよ、はい、角度的に、ね、フライングパイレーツの頭が、はい、頭ありましたよね、よく見えてましたね、はいはい、あのでも私もとっても大好きで、まあ、私が2017年こちらにお世話になるところから、はい、やっぱり一つ始めたのが、どのくらいのお客さんがそもそも練馬区遊びに来てくれるの、はい、あるいはこう練馬区内をぐるぐる回ってくれてるんだろうかっていうことの把握からまず始めたんですね。でその大きな大きな集客あの施設の一つが、はい、豊島園さんだったんです、やっぱり、豊島園さんだけでも相当な、お客様を、まあ、呼んで楽しませてね、いただいたとっても大事な施設 で日本全国私いろんなところに行かせていただいているんですけども、やっぱりあの規模の遊園地で残っていることっていうこと自体が本当にやっぱり素晴らしいことで、まあ、いろんな事情はあったにせよですね、一つのこう歴史が閉じてしまうっていうことは本当にあの、これ観光センターにとっても本当に大きなインパクト、大打撃だったと思います。ということで、まあ、本当に惜しまれつつの閉園であった、そうですね、そうですね、わけなんですが、まあ、ただその跡地にスタジオツアー東京その一部に入ってくるということで、まあ、これ今度世界中から注目を集める場所にもなってくるのではないかなというふうにも感じるんですけれども、ね、はい、区が期待することというと吉田さん、どんなところになりますでしょうか？はい、あのやっぱり大きなところでいきますと、練馬区って、まあ、あの観光の仕事をさせていただいてますけれども、はい、まあ、平たく見てですね、はい、観光地かどうかでいきますと観光地じゃないんですよね。あの先ほどの、どのくらいお客さんが動いているかっていうことの調査も含めてなんですけれども、はい、昼夜間人口比率っていうのがありまして、はい、まあ、夜の人口を100としたときに、はい、お昼どのくらいの差があるかっていうことなんですけれども、それで言うと練馬区って、ざっくり8割くらいになる感じなので、はい、お昼の人口の方が少ないんですよね。なるほど、まあ、そこから見ると、はい、まあ、一つの仮説としてなんですけれども、うん、まあまあ、あの都心に、はい、とても、ね、横浜まで行ったりとか、はい、銀座まで出るのも便利な土地ですから、そうですね、まあ、ベッドタウンというか 都心の中での、うんうん、まあ、住みやすい環境っていうところが、まあ、主な役割の一つであったっていうことはこれ間違いないと思うんですよね、はい。